皆さんこんにちは、みずきです。今日はですね、9点メガ割り終わったということで、毎回恒例の購入品紹介していきたいと思います。でちょっとここにはないものたちもあって、メガ割りの第1弾でオングリデンツのクッションだったり、いろいろコスメ買って、今日本の実家にそれは届いてるんですね。なので実家を通って韓国に帰ってこようかなって思ったんですけど、ちょっと東京からそのまま韓国に帰ってくることになりまして、メガ割りでは第1弾でいろいろ買って、その他はですね、今回も韓国に帰ってきてバタバタ買いました。前回の一緒にねお買い物しましょう動画で買いますって言ってたアイテムたちだったりとか、まあちょっと追加でいろいろ買ったり、あとデパコスも買いました。で今回洋服も爆買いしたんですね。で日本から買える洋服たちなので、そちらの方も最後にご紹介していきたいと思います。今回全部で20万円ぐらい使ってるので、皆さんよかったらぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。では皆さん一緒に一つ一つ開けていきましょう。ではいつものこの画角で一つ一つご紹介していきたいと思うんですけど、その前に一つだけ皆さんにご報告がございます。メガ割り期間中にしてた YouTube ライブで、もしかしたら大阪行くかもしれませんって言ってたんですけど、なんと大阪行くのが決まりました。今まで皆さんとお会いできてた場所って東京とか福岡だったので、今回大阪は初です。でちょっと詳細はこちらに載せておきます。 AOU とか私が大好きなムウムウとかね、韓国のコスメからアパレルまでね、最先端の全13ブランドが集まる、ポップアップになります。で日時なんですけど、9月21日の土曜日、そして22日の日曜日で、私は2日間います。時間は土曜日は1時から8時半、そして日曜日は1時から7時までとなります。場所はですね、ルクア大阪の9階のルクアホール ABC になります。で、一般入場はフリーになります。で、VIP チケットとかも売ってあるみたいなんですけど、これがちょっとね、まだ販売されてるのかはちょっと詳しくは分かりません。私はいつもご紹介させていただいている大好きなモウモウのブースに2日間います。なので皆さんとお話ししながら、写真もね一緒に撮りながら、皆さんに合ったモウモウの商品もおすすめとかねできるので、皆さんぜひぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです。でいつもお世話になってる、ザクラスモナクチョンダムっていう韓国のメイクサロンの先生方と私一緒に大阪の方に行くんですけど、実際にですね、私の元画で毎回出てきてる、大好きなヤンスジョン先生のメイクの実演もあります。なので実際にね見れるんですよ、大阪のルクアで先生のメイクを。すごいね、貴重な機会だと思うので、皆さんぜひぜひ、何回言うんだよって感じなんですけど、本当にこんな機会ないと思うので遊びに来てください。皆さんとコスメについていろいろお話ししながら、写真もね撮って、もう私何でも描きますので皆さんにお会いできる日をすごく楽しみにしています。はい、ということで、ご紹介していきたいと思うんですけど、リップオタク、リップから今日もご紹介していきたいと思います。リップ今回こんな感じで 1,2,3,4,5,6,6本買いました。本当はね第2弾第3弾ってメガ割りで買う予定だったんですけど、ちょっとね急遽韓国に戻ってくることになったので、まあ、買えず、韓国で同じ商品を買おうと思ったら結構売り切れてて、てか売り切れててで思い出したんですけど、デイジークのねミルクティーシリーズも、もう私昨日死ぬほど探しに行ったんですね。もういろんなオリーブヤング回って、もうネットでも全部永遠に探したんですけど、結局買えず、9点の方が在庫いっぱいあるなって思いました今回。でこのねハートパーセントの新しいリップも全部売り切れてて、このねセットの方をとりあえず買ったんですけど、そんな感じで韓国で欲しいものがなかなか韓国なのに買えないっていう現象が起きました。であと最悪なのね、このディンと、ごめんなさい最悪と言って、このディンとね2色買ったんですよ、新しいやつね。オリーブヤングのオンラインでオヌルトゥリンっていう、なんか今日頼んだらその 2,3 時間後に届きますよっていうのがあって、それで頼んで初めてオリアンの袋がもうビリッビリに破れてたんですね。もうなんか収まってるの奇跡みたいな感じで、ビリビリに破れた状態で来てて、珍しいと思って開けたらね、もう1色入ってなかった、1色しか来てなくて、速攻でオリーブヤングに連絡したんですけど、なんと最悪なことにこっち今
主食なんですね。あの何お盆、韓国のお盆中で、韓国のお盆って本当にもうなんかびっくりするぐらい全部閉まるんですよ、お店とかも。そうやんと思って、お盆やんと思って、はい、もう一本諦めました。無駄にお金だけ払って捨てたような感じなんですけど、どれから行こう。多分ね、このねペリペラのリップは色が絶対かなり着色するので後に回して、ではまず最初にこのノノアの新色のリップたちを使って、その上にこのディント塗っていきます。ノノアから新しく出た101番と005番を買いました。こうレビューで見た感じ、カラー感も秋っぽくてすごい可愛かったんですよね。で最近の韓国のメイクアップアーティストさんたちはこのねノノアのリップペンシルを使ってる率がすごい高いです。あとメイクさんたちの絶対買うべき、なんかオリーブヤングおすすめアイテムとかでも絶対出てきます、これ。ではファンの方にいただいたメイク落としを使って落としていきます。この前もね、東京の9点メゴアリライブ見に来てくださった皆さん本当にありがとうございます。全ライブね会いに来てくださったりとか、大阪からねわざわざこのライブのためだけに会いに来てくださったりね、本当にもうね皆さんに感謝しかなかったです。そしてねもうね来ていただけるだけでも本当にね、お会いできるだけでも嬉しいのに、プレゼントとかね今回も持ってきてくださって、手紙ね、もうあの帰り、韓国に帰ってくるあの飛行機の中で読んだんですけど、マジ泣きしました。こう皆さんになんか見ていただけて、こんなね嬉しいお手紙までいただけて、こんな幸せなことはないなと思って、なんか生きる意味を見つけました。ちょっとね今ね死ぬほどニキビができてるんですね、顔に。しかも口周りもやばくて、ちょっと汚くてごめんなさい。ではまずこちらのノノアの101番のブラウンのカラーを使ってちょっとオーバーリップしていきます。あ、めっちゃ綺麗。結構ね色見た感じ濃いめのブラウンなんかなって思ったんですけど、全然濃すぎない、ちょっとオレンジブラウンっぽい感じですね。あ、これイエベアキさんとか使ったら超綺麗だと思います。いや、てかこれは普段ねオーバーリップするっていう方はすごい使いやすいと思います。かわいい、これ塗っただけで唇ぷっくりで、これリップペンシルでこうリップのね形整えるだけじゃなくてベースとしても使えるので、この005番をベースとして塗っていきます。うわ、これもめっちゃ可愛くないですか。秋だ、秋、超かわいい。これだけでもリップ可愛いんですけど、十分に。そしてノノアのリップペンシルのいいところが、メイクさんも言うんですけど持続力めっちゃいいです。なので時間が経ってもこう綺麗なオーバーリップの状態を保ってくれるし、あと乾燥しないんですね。結構ねマット目でピタッと密着するんですけど、私は全然乾燥気にならなかったので、まあこれからの季節もうほんとこうリップのラインを整える用としてもベースとしてもすごい使いやすいアイテムじゃないかなと思います。ノノアはねもうこの新しい新色まで買ったので全色揃いました。こんな感じでちょっと栗っぽい秋って感じのリップがリップペンシルだけで完成です。めっちゃ可愛い。本当はねこの上にねディントの774番を塗りたかったんです、秋っぽく。最悪、ちょっとこの上にこのディント結構ね色が明るめで合わなさそうなのでごめんなさい、やっぱり一回落とします。ちょっとこのね中だけ落としました。ではこちら使っていきます。ディントの772番のコーラル系のカラーを買いました。このねディントのピンクの方は韓国でめちゃめちゃバズってて、日本ででもですかね、ちょっと気になってて買ってみました。では塗っていきます。おー、塗った感じ結構思ったより薄め、テクスチャー結構軽いですね。でこれ1回では結構薄いかも、薄いかもっていうか、こう重ね塗りにしないと色はこう濃くは出ないかなっていう感じですね。でも塗った瞬間からこれ確かプランパーですよね、プランパーなのですごいスーッとします。全然痛さとかはないです。あ、でも待って、めっちゃ綺麗。塗った感じのツヤ感と、ちょっとね今私ニキビができてるのでちょっと汚く見えちゃうかもしれないんですけどごめんなさい。でもめっちゃなんかほんとコーラル桃って感じで、これはイエベハルブルベナッツの方すごい合うんじゃないかなと思います。もう一回塗りますね。
上からちょっと重ねて、なんか普段あんまり濃いめにリップ塗らないって方は一色っていうかこう一回塗りですごい良さそうです。でも私結構パンっていつもリップ塗ってるのでこんな感じで二度塗りするとめちゃめちゃ綺麗なんですけど、ツヤ感やばくないですか。なんかうさぎしたリップって感じになります。かわいい、デイリーリップになりそう。私の、親友からの禁句ワード、デイリーリップになりそう。はい、でこんな感じ。ちょっとねやばい、一個一個喋ってたらあとアホみたいにまだまだあるのに、ちょっと他のリップも塗っていきます。めっちゃ可愛いのに落としたくないけど落とします。でこう落とした感じは若干着色あるかなって感じです。でもそんな濃く残ることなくいい感じの着色です。で次はクリオのね、これなんだなんかだっけ、あそうだ、新作のマットリップ買ったんです。私はこちらのブラーティントの01番を買いました。なんかパッケージもめっちゃ可愛いんですよ。ではちょっと塗っていきます。これね結構ピンクって感じ。可愛い、激かわじゃないですこのマットリップ。しかもこれ絶対に乾燥しないマットリップです。こうした時に柔らかさとしっとりしてます、結構マットリップなのに。でレビューを見てたらみんな書いてたのが、私普段ツヤティントしか使わないのにこれだけは唯一マットリップ1個単独でも使ってるみたいな書いてる人がいて、あじゃあこれだけで使ったりするんかなって、使うようになるんかなって思ったんですけど、これは単独でも使う皆さん、しかもこれからの乾燥する季節も絶対めっちゃいいマットリップ発見しました。今色味も可愛いし、これちょっとわもう一色買おう。これ中にグラデーションするようでもう一色買います。もう一色買いたくなるぐらいめっちゃ色も綺麗だし、塗った感じの質感も最高です。ちょっとこの調子で喋ってたら動画1時間になりそうですね。はい、ということで韓国で全然買えませんでした。これこちらのリップペンシルとリップを使っていきます。ちょっとこのオーバーリップした外側の部分も落とします。でもやっぱあれすごいですね、ノノアのあのペンシルやっぱ全然落ちません、こうやって落としても。ではまずこちらのハートパーセントのリップペンシルから使っていきます。これもめっちゃいい感じのベージュカラーっぽいです。綺麗、うわ発色もいいし、てか塗りやす、さすがハートパーセント。わこれもすごい柔らかいですね、塗った感じが。ノノアよりちょっと柔らかめかも塗った感じ。こんな感じでちょっと全体ベースで塗りました。でその上からこちらをね、ちょっとミニサイズになっちゃうんですけど05番のロージーバーム塗っていきます。やばい、これなんか塗った感じすごい薄付きなんですけど、塗った瞬間からこうブルンってこう見せてくれます。ツヤ感めっちゃやばくないですか、発光してる。こんな感じで塗った感じが軽いリップの中では結構ツヤ感最強だと思います。で色味もすごい可愛い、秋っぽくて。やっぱりね韓国でこれほんと売り切れてたんですね、この大きい方、本体の方。そういうことか、めっちゃ今理解しました。塗ってやっぱ韓国で売り切れる大人気な商品には理由があります。めちゃめちゃいい、これも塗って結構最初からブルンとは見せてくれてたんですけど、時間が経つにつれてもっとなんかちょっとビー玉みたいな輝き、ビー玉大優勝大優勝大優勝。これも本体買います、すぐさま。全部これ買いたくなるぐらい可愛い。ごめんなさい、ちょっとまた長くなるやんってね、ほんとごめんなさい。めっちゃいい。でもこれでは最後のリップです。めっちゃ狙ってた、あの前回の一緒にお買い物しましょう動画でもご紹介したやつです。こちらの新色の27番のペリペラのリップです。このインクムードのリップはなんか私は結構飲み会リップとしてよく使ってます。いい感じにツヤツヤなるし色持ちもいいので使ってます。新しい色がちょっと秋っぽくて可愛いそうだったんですよね。うん、可愛い。なんか塗った感じちょっといちごミルクっぽい感じです、カラー感が。こんな感じで色味とかすごい綺麗なんですけど、ちょっとさっきのハートパーセントのツヤ感がすごすぎてツヤはちょっと負けたかな。
でももうペリペラのインクムードはもう安定なので、本当信じて使えるリップって感じですね。はい、ということで、リップたちは以上になります。で今回ね、謎になんかライン系めっちゃ買ってるんですよ。なのでこれをアイラインからちょっと一個一個開けていきます。まずこのウェイクメイクのアイライナー1プラス1買いました。前回も話してたやつです。こちらのウェイクメイクのペンライナーの私は03番のダークブラウンを購入しました。ちょっと書いてみます。おお、結構しっかりしてます。ペン自体が、ブラシ自体がで、色味もいい感じのダークブラウンです。当たり前ですね。でこのウェイクメイクのアイライナーは持続力もすごい良くて描きやすいみたいで、実際に使われてるメイクさんも多かったりとか、私が大好きな韓国の美容系 YouTuber さんたちも結構使ってて、オリアンのね、あのランキング結構これも上位にずっといたんですよ。で気になってたので買いました。これはちょっと次のメイクから使っていきたいと思います。で次クリオのね、シャープソーシンプルの、あのウォータープルーフのアイライナーの03番のブラックブラウンを私はなんか買ってますね。粘膜を埋める用で買ってますね。これこちらのもう超有名なクリオのペンシルです。ちょっと横に書くと、あ、やっぱ書きやす、書きやす。なんかブラックブラウンって書いてあったんですけど、思ったよりそこまでブラック感はない。結構もうブラウンですねこれ横と見比べても思うと思うんですけど、ブラウンです。これはあのさっきも、ね、出てきた、ザ・クラス・モナクチョンダムのヤンスジョン先生にこの前ね、あのメイク、このメイクインスタにも載せてたんですけど、メイクしてもらった時にこのペンシルを使ってさってラインを引いてあったのを見て、そうだと思ってこれ次の目代わりで買おうって思ってて今回買いました。で次またクリオで買ってますね。え、しかもこれもシャープソーペンシルで買ってます。で買ってますね、シャープソーペンシルを買ってます。こちらの08番のカラーを購入しました。ちょっと横に描いていきます。お、これ結構明るめ、見ていただいたら分かると思うんですけど、ちょっとオレンジベージュっぽいカラーで、粘膜っていうか多分三角ゾーン描く用で買ったのかなと思います。自分で買っときながらちょっと買いすぎてね、分かんなくなるんですよねっていう感じで、あとこれだ、これペリペラなんですけど、大好きな眉描きを追加でリピート買いしました。こちらのスキニーブローの08番のカラーを購入しました。これはキッズのダイン先生っていう、あのエミックスとかのメイクをしてある先生におすすめしてもらって、そこからずっと使ってるんですけど、眉描きでなんかリピートしたの結構久々かもです。本当に描きやすいんですよこれ。皆さんぜひまだ使ったことないって方使ってみてください。こっち側がめっちゃ細いペンシルになってて、反対側がねこんな感じで、これもスクリューブラシ、細めのスクリューブラシになってます。はい、という感じでペンまだまだ終わりません。え、もうやばくないですか。ちょっともう結構私1時間ぐらい話してるんですよね。大丈夫かな尺。そしてね、次もキッズの団員先生におすすめしてもらった、これもリピートしました。2本目、ノベブの08番の涙袋ペンシルです。これは2色になってて、こっち側がコンシーラーペンシルになってて、反対側がこんな感じ、キラキラのちょっとコーラルピンクっぽい感じのシャドウになってます。これもちょっと描いていきたいんですけど、こんな感じ。こっちはほんと普通のコンシーラーペンシルです。結構ねペン自体も細めでピタッと密着してくれて、ちょっとね画面越しには見えないかもしれないんですけど、ちょっともう一個のラメの方も描いていきます。ラメの方こんな感じ。あ、これ見えてないですよね。この08番のカラー日本でも買えるようになったと思うんですね、9点で。なのでこの08番まだ使ったことないって方は本当これも1回使ってほしいです。こっちのコンシーラーでベース塗って、でその上からこのねキラキラのシャドウをね塗るじゃないですか。もう完璧な激カワ涙袋できます。これほんと多分去年の夏ぐらいからずっと使ってるんですけど、リピートするぐらいお気に入りのノベブの涙袋ペンシルです。で次シャドウ、こちら買いました。ホリカホリカ、いやもう色可愛すぎます。こちらの新色のカラーを購入しました。これからの秋の季節にもすごい使いやすそうなカラー感です。でまあベースのねカラーがあったり、ポイントカラーあったりね、ちょっとあのラインで使えるカラーもあるし、ラメも入ってるしっていう感じで、
これめっちゃ使いやすいと思います、デイリーで。これはちょっと秋のコーラルメイク動画とかでまた使っていきたいと思います。はい、という感じでホリカホリカと、あとアイシャドウこれ買いましたよ皆さん。ついにびっくりした、開けた瞬間真っ白で、え、真っ白なアイシャドウ頼んでないよねって思ったら、あ、ちゃんとこれすごっ。私はこちらのアメリの172番のウェディングブーケついに買いました。これ絶対可愛いやつです。これもあのサロンでヤンスジョン先生に使ってもらいました。見えるかな、やばいやば、めっちゃ可愛すぎますこれ。見せたい、みんなに伝わってほしいけど絶対伝わってないですよね。ピンクベースのシャドウにちょっとピンクゴールドっぽい感じのラメが入ったようなあの感じで、これをね涙袋に塗ったら本当に可愛いんです皆さん。これもこれ一緒に使っていきたいと思います。で次はチークを買いました。 2AN のチーク大好きなんですけど、2色目買いました。こちらのピンクペタルっていうカラーを購入しました。こんな感じ。ラブロージーっていうカラーをずっと使ってたんですけど、新しくねもうちょっとピンク感のあるものを買いました。え、これももう絶対可愛くないですか色味。ピンクメイクするときにこれも使います。 2AN のチークはもうほんと間違いない、絶対可愛いです。はい、という感じで次ベース系いきたいんですけど、多すぎ。ベース系のアイテム 1,2,3,4,5 こんな感じで5個購入しました。ではまずこのボッコボコできたエスポアのトーンアップのベースから開けていきます。こちらの私はエスポアのスノーブルーっていうカラーのトーンアップクッションを購入しました。中開けるとこんな感じで、ほんとクッションみたいな感じでパフと、なんか結構青いですね、こんな感じになってます。ちょっとね片方に塗っていきたいと思います。おお、艶感あってめちゃめちゃ綺麗なんですけど、こんな感じで透明感爆上がりですねこれ。塗った感じは結構しっとりツヤっとしてて、明るさも出してくれてて、しっかりくすみ飛ばしてくれそうな感じです。塗ってない方塗ってる方で見比べたらやっぱ全然違いますね、透明感が。で SPF もこれ 50+PA3+ です。なので日焼け止めいらないですね。もうこれでポン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 って塗って、上からねファンデとか、私はこれ使う時にこのピアノ、いや日本語でちょっとなんていうかわかんないですけど、これを一緒に使おうと思って買いました。でパッケージもすごい可愛いし、なんかもう手に出さずもう急いでる時でパンパンしたい時あるじゃないですか。そんな時にすごいいいですね。でその上からこのピアノ17号を私は買いました。こちらのコンシーラーです。このコンシーラー韓国でもめちゃめちゃ人気で、いろんな YouTuber さんがおすすめしてて、だいたいこうトーンアップクリームとかこういったトーンアップベースでしっかりと顔トーンアップした上から、皆さんそのままもうスパチュラでこう全体に塗ってファンデーションみたいな感じで使ってパフで広げて、あの使ってるところを見たんですけど、すごい綺麗だったんですね。ちょっとそのままこの上から塗っていきます。こんな感じで、こんな感じでなじませていきます。衝撃、綺麗すぎん、やばいですこれ。皆さん見てください、こっちが塗ってない方、こっちが塗ってる方です。毛穴とかもすごい綺麗にカバーしてくれてて、コンシーラーなのでね、もちろんねカバー力いいんですけど、カバー力いいのにツヤ感がある、塗った感じ乾燥が全くない、しっとりしてますお肌が、大優勝ですこれ。これはだからか皆さんほんと普通にあの顔全体に塗って使ってたんですね。これ乾燥しないから塗れるわこのしっとり感だったら。 YouTube で皆さんが本当あのトーンアップのこういうアイテムと一緒にこれ使ってみてって、もう超綺麗ですって言ってた理由が本当に分かりました。やばいです、もうマシュマロ肌これ。ちょっと次の秋メイク動画でこれ使います。やーば、綺麗すぎてちょっと感動しました。
で次はこちら買ってみました。あのチョソンミニョのサンクリームは私めっちゃ前ほんとデイリーで使ってて、多分9点目代わりおすすめとかでもおすすめしてたと思うんですけど、そのあのチョソンミニョから新しくこれ出たのかな、アクラフレッシュっていう日焼け止めです。こちらもオリーブヤングのランキング上位にいたので買ってみました。まあチョソンミニョの、まあ、日焼け止めは間違いないだろうなって思うんですけど、ちょっと塗っていきます。おお、あ、ちょっと待って、思ったよりすごいサラーっとしてますね。待って、塗り心地めちゃめちゃいい。なんか塗った感じは超軽いローションっぽい感じです。あとこれ水分感すごー、これからの季節絶対使いやすいです。え、もう艶がすごすぎます。あと日焼け止め塗ってる感がもう安定にないですね。なんか今こう塗った感じはちょっとしっとりとしたローションを塗ってるような感じ。日焼け止め感はゼロ。あ、これ絶対あの上ベース乗せたらすごいいいと思います。この塗った仕上がりの感じは、これ絶対メイクのベースでいい。もうこの腕に乗せた瞬間から分かりましたもん。このチョソンミニョ日焼け止め使ったことないっていう方は本当これも使ってほしいかも。めちゃめちゃいいですこれ。あ、でもこの新しいのめっちゃいいな。はい、っていう感じでこうベース塗ったので、次上からねまたファンデを塗っていきたいと思うんですけど、ついにパケ買いしました、バレンティノ。もうねずっと欲しかったんですよ。まずパッケージからお見せします。限定パッケージです。やば、かわいいギャル、かわいすぎません？このキラキラピンクギャル、もう買わずにはいられませんでした。こんなねバッグからさって出てきてポンポンポンって、ギャルかわいすぎて買いました。で実際にあのクッション自体も塗った感じ良さそうだったんですよね。私セミマットの方買いました。なんかパフはちょっと珍しいですね。普通のパフではない、形もそうですけど。でこんな感じでクッションタイプになってます。では塗っていきます。結構ねしっかり綺麗にお店であの使った時カバーしてくれてたんですよ。これもやばい、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 めっちゃ綺麗。そしてねあのベースでこのチョソンミニを塗ったからかセミマットなんですけど結構いい感じにツヤ感出てます。で綺麗にカバーしてくれてて、でも問題はちょっと一番明るいカラーを買ったんですけど、ちょっと暗いかな、私のお肌の色とはあまり変わらなさそうな色でもめっちゃ綺麗です。毛穴とかも超綺麗にカバーしてくれてます。やばー。はい、という感じでこんな感じでパケ買いしたんですけど、中身もめっちゃいいっていう。これ最近のデパコスクッション私結構いろいろ買ってたんですけど、こう塗った感じねは私が好きな質感に近いです。はい、という感じで、まだまだスキンケアにも今の段階でいけてないのやばくないですか。これも買いました。そうだ、ヘリム先生とあの共同開発して作られたブラシ買いました。こんな感じで、このブラシもめっちゃ良さそう。これね今見てたら確かに薄く綺麗に毛穴とかもカバーできるし、こんな感じでねブラシ細めなので、まあここ全体にも塗ってスポンジ広げたりとか、こういうね細かい部分も塗りやすいって書いてます。でしっかりピタッと密着してくれて持続力をあのアップしてくれるみたいです。このブラシで塗ることで、このブラシで全体ファンで塗るじゃないですか。でこのスポンジをちょっと水にあの濡らしてこうポンポンポンってすると乾燥しないベースが完成っていう風に書いてあって、絶対これもまた別の動画で、リキッドファンデと一緒に、ご紹介していきたいと思います。はい、という感じで最後まあコスメに入るのかな、このオーレンズのレンズ買いました。久しぶりにオーレンズで買いました。最近カラコンにハマってるんですね。なのでいろいろ挑戦してみてます。オーレンズのこのレンズ買ってみました。これ結構韓国の YouTuber さんたちの中でもなんかすごいおすすめしてる方が多くて、確かニュージーンズのハニちゃんかながつけてたのかな、なんか Twitter でもバズってましたよね。ちょっと今カラコンつけてきたいと思います。はい、という感じでつけてきたんですけど、自分の目え、
あんまつけてるの分かんないかもしれないです。私なんか縁がはっきりしている方が良かったんでブラックにしたんですね。でなんか YouTuber さんも結構私はブラックを使ってますみたいに言ってたんでブラックにしたんですけど、すごい楽です。つけ心地はさっきつけてたのがあの痛いカラコンなのでもう今つけてないぐらいな感覚なんですけど、見た感じもなんかすごい急にさっきのが結構サイズ感がデカめだったので急にキュッてなったような感じです。これはちょっとリピなしかな。はい、という感じでですねスキンケア行きたいと思います。では今一番使いたい、もう早く使いたすぎてうずうずしてたアイテムから着ていきます。最近多分、ずっと2週間ぐらい東京行って家でもない、ホテルで2週間、あんま寝れないで、やることはでもいっぱいあるっていうのと、暴飲、韓国帰ってきて暴飲暴食、暴飲暴食、日本ではもうすごい飲食じゃない、すっごい飲んだんですねお酒を。だからかもうニキビがやばくて今頑張ってカバーしてるんですけど、この辺とかちょっとカバーできてないと思うんですけど、もうどうにかしたくて、本当これをもう早く使いたいけど皆さんと一緒に開けようと思って待ってました。こんな感じで開けてスポイド別で入ってるので、着きました。こちらのパーセルのアイテムです。これは前回のね、一緒にお買い物しましょう動画でも少し説明してると思うんですけど、敏感肌でもニキビ肌でも使えるくらいすごい優しいアイテムで、なんとね3日間使うだけですごいお肌の調子良くなるらしいんですね。でもう肌荒れがひどすぎて本当に昨日なんかもうチーンってなってて、ずっと YouTube でとにかく肌荒れ直す方法みたいな、直せるスキンケアみたいなずっと調べてたら、もうこれが出てくる率がすごい高かったんですよ。で皆さんもうこれ使い始めて肌質も変わったし、肌荒れも収まったし、あとねお肌のキメをすごい整えてくれるみたいな言ってて、なんかもうガチ愛用で何本もリピートしてますみたいな方が多かったんですよね。なので使いたくてうずうずしてました。ちょっとねテクスチャーは結構確かサラサラしてるタイプで、そうだここを押して使うんです。あ結構水っぽい感じですね。こんな感じで水っぽいサラっとしたテクスチャーです。結構水っぽいとは思ったんですけど、のせた感じ結構しっとりしてます。でスキンケアの一番最初の段階で使うみたいで、動画見てたらある人はこれを使ってその後にトナー、美容液クリームで使ってる方もいれば、これをトナー代わりで一番最初に全体塗ってその後に美容液塗って使うっていう方もいらっしゃったので、私ももうトナーみたいな感覚で使おうかなと思ってます。これも使ってよかったらきっと次の目代わりおすすめスキンケアで出てくると思います。で次こちらも期待大のイニスフリーの、レチノールですよね。あレチノールじゃない、レチノール PDRN かのアンプルです。もうイニスフリーはいいに決まってますよね。こちらの新商品のレチノール PDRN のアンプルです。テクスチャーはこんな感じ、とろっとしてますね。めっちゃ使用感良きです。これはさらっと伸びます。でもちょっととろっとしてるような感じ。ここに書いてあるのがレチノールとグリーンティー PDRN が皮膚の外側そして内側のケアをしっかりしてくれて、お肌のキメだったりとか毛穴をケアしてくれて、そしてねしっとりとしたお肌にしてくれるスキンブースターアンプルって書いてあります。お肌の毛穴のケアをしっかりとしてくれながら結構ねしっとり感こうもちっとしたお肌に仕上げてくれるので、これ今毛穴が気になってるっていう方、これからの季節めっちゃ使えそうです。これ今この手に塗った感じめちゃめちゃ良きだったので、こう使ってみようかな。最強そうじゃないですか、こう使ったら。今ナイスタイミングで肌荒れ中なので、これねどのくらい効果あるか実際に見ていきたいと思います。で次、韓国で買った方が高かったリジュラン買いました。もうこれは安定ですよね。今まで私の動画でほんと何回出てきてますかねってぐらい出てきてますよね。これまだ使ったことないよって方はこれからの季節に1回使ってみてください。これ使ってる時最高にお肌のコンディション良かったんですよね。でテクスチャーはこんな感じ、すごいこれもねとろっとしてます。で今塗った感じはイニスフリーとこう使用感はあんま変わらないかも。それぐらいすごいとろっとしててしっかりね保湿もしてくれて栄養も与えてくれて、本当にもうお肌のコンディション爆上げしてくれるので、私はね冬になったらどうしても使いたくなるアイテムです。
で肌荒れがやばすぎてこれ買いました。ついにメイクプレムの洗顔を買いました。洗顔というかクレンジング、こちらのアイテムです。これはさっきもお話したんですけど、ニキビがやばすぎて来週大阪行くのに皆さんにお会いするのにどうしようと思って、いろいろ皮膚科の先生の YouTube とか見てたんですね。そしたら皮膚科の先生が、あのクレンジングはもう絶対これみたいな、もう超綺麗な皮膚科の先生が言ってて、あの患者さんにもみんなにおすすめしてますみたいなことを言ってたので買いました。で前からもともと気になってて買おうと思いつつ、クレンジングねすごい他にもいろいろあってなかなか買えてなかったんですけど、ちょっと皮膚科の先生に背中を押してもらいました。これも今日から使ってどのくらいニキビが良くなるのか見ていきたいと思います。であとこれ、前回の私の一緒にお買い物しましょうでも、ご紹介させていただきましたナンバーズインの洗顔です。こちらの商品で韓国のオリーブヤングで上位にいて売り切れてました、ずっと。でこれが前回も話したんですけど、3つの使い方があって、デイリー洗顔はフォームが1、そして水を2の割合で混ぜると、あの泡のね普通に泡洗顔できるみたいで、皮脂角質 ピーリングをしたいときは水1、クレンジングフォーム1の割合で混ぜると、角質と皮脂の集中ヒーリングじゃなくてピーリングケアができるみたいです。でマイルドモゴンパックはもうこれだけですね。水とか使われずにこれだけを全体に塗ると洗顔前に、そしたらね毛穴パックができるらしいです。そんな優秀なクレンジングフォームあるんかと思って買ってみました。はい、という感じで次こちら開けていきます。こちらのバイオダンスのコラーゲンゲルトナーパッドを購入しました。すごい、こんなトナーパッド初、めちゃめちゃジェルです。すごい、ジェルゲル、こんな感じで、うわピタッと密着してくれて使用感激ヤバです。めちゃめちゃ良さそう。これしっかり毛穴とか弾力のケアもしてくれて、メイク前に使うとメイクのりも良くしてくれるみたいなので、これもちょっと次のメイク動画、メイクする前に使っていきたいと思います。すごい新感覚です。そして次もパッドなんですけど、もう大好きなセルフュージョン C のパッドを買いました。もうこれはね何回も動画でお見せしてるので、まあ、このままあれしたいと思います。これに関してはね3箱目突入です。でそのまま、もうこれもいつも出てきてる、も出てきすぎなセルフュージョン C のマスクなんですけど、これは私追加で10箱買いました。やばくないですか、愛してやまないセルフュージョン C 様です。本当に私これなしでは生きていけません。あとこれも買いました、アルディコンっていう、日本に売ってあるかわかんないですけど、オリーブヤングに皆さん売ってます。2日用にいいやつです。レビューがめちゃめちゃ良かったんですね。飲む前に1本飲んで、飲んだ後に飲むのかな、そしたらなんかマジで二日酔いがないな、ないなんてできるのか分かんないんですけど、私二日酔いが本当にひどくて、あのいつも二日酔いやばい時死ぬんですね。もう動けない、もう病人、あのポカリスエットと冷麺とかうどんとかがお友達になるタイプなので、これはちょっと検証してみます。でもメイクさんたちもこれめっちゃいいってストーリー載せてたんで、ちょっと信じてます。これ韓国来た方で、あの友達でお酒よく飲むって方がいたら、お土産とかめっちゃいいと思います。私これも今回東京にいる友達にお土産であげようと思って10箱ぐらいこれを買ったんですよ。そしたらなんと、私これ軽いから多分ゴミと間違えて、多分目代わりの時ね、もうあの忙しくて多分頭がいっぱいいっぱいになってたんですよね。ゴミと間違えて新品のまま全部捨てちゃうっていう大事件が起きまして、はい、これお土産にもいいと思います。で次これ、アノブのシャンプー買いました。洗い流すトリートメントと洗い流さないあのスプレーのトリートメントは私もずっとあのアノブのアイテム使ってて、もうこれを機にシャンプーも全部アノブで揃えようと思って、アノブ今回こんな感じでワンプラスワンしてたので買いました。私本当にあの地元でのあだ名が毛量化けとか、あの本当にもうゴリラ芝風って言われるくらい、髪とかね結んでたらね、あのチークブラシね、チークブラシ、あとたわし、ほうきって言われるぐらい本当に毛量が多いんですね。なんですけど、そんな毛量お化けの髪もサラサラにしてくれて、まとめてくれるのがアノブなんですよ。なので最近アノブはめちゃめちゃハマって使ってます。はい、という感じで
いつも絶対にね後からこれ紹介するの忘れてたっていうのがあるんですよ。なので絶対紹介し忘れてるものあると思うんですけど、一旦韓国コスメとスキンケアをここまでにします。本当長くなりました、ごめんなさい皆さん。では最後に、最近洋服も爆買いしたんですよ。なので洋服だけちょちょちょってお見せしていきたいと思います。まず私がもうね大好きでドハマりしてるこちらのブランドでいろいろ購入しました。これ公式のサイトに日本語もあって日本からも買えるんですけど、なんとこのブランド、あの私もね行かせていただく大阪のポップアップで来るんですよ。来るっていうか出るんですね。でポップアップにも新商品全部並ぶって書いてあったので、もし大阪のポップアップ来られる方はここのブランドも全部お買い物できます。で私はまずこちらのジャケットを買いました。カラーはベージュの方を買いました。これね色味と形がめちゃめちゃ可愛いなと思ってまずこちら買ってたのと、あとねインナー、これねジャケットと一緒に合わせたいなと思ってこの白の U ネック T シャツも一緒に購入しました。私はもうこのねジャケットに U ネック T にちょっとまあダボっとしたデニムにスニーカーとか履いて秋ねちょっと秋コーデしたいなと思って買ったのと、あとねこのニットも一目惚れで買いました。これ私カラーはメランジっていうカラーを買いました。色めちゃ革じゃないですか。しかも絶対ピタッとしてて、あのライン、体のラインとかもすごい綺麗に見えるだろうなと思って買ったのと、あとベルトも買ったんですよね。このベルト私細い方持ってるんですね。この今映ってるのがバージョン2でその1の方持ってて、そのベルトもすごいしっかりしててめちゃめちゃ使いやすかったし可愛かったので、これはちょっとね太い方も欲しいなと思ってこれも買いました。あとねこのパンツ、このパンツもめっちゃ可愛くないですか。横がねリボンになっててロゴでワンポイント入ってて、私これも空港ファッションで着たいなと思って、てかすごい使えそう、こういうのなんて言うんだろう、さっき買ったほんとジャケットにさっきの U ネックティーにこのパンツとか履いても可愛いじゃないですか。それに普通に好きあのスニーカーにキャップとかでもすごい可愛いなと思って、こんな感じでねまずここのブランドで爆買いをしましたのと、あとここのブランドも日本の公式サイトがあるブランドなんですけど、ここでもトップスを一つ購入しました。このアイボリーのオフショルのニットを購入しました。これも絶対可愛いじゃないですか。こんな感じでね白のスカートとかと合わせても可愛いと思うし、まあ普通にデニムとかと合わせても可愛いだろうし、まあ、黒とかのねスカートにブーツとか合わせても絶対可愛い、女性らしいね可愛いコーデできるなと思ってここではこれを購入しました。ここのブランドは結構ねオフショルよく着るよっていう方とか、ラブリー系なちょっと女性らしい可愛らしい服装好きだよっていう方はもう絶対好きだと思います。しかも今回の新作がやばい、もう見てもらったらわかると思うんですけど、もう全部超可愛いです。なので私は他のアイテムも狙ってます。であとここのグローブストアで爆買いしました。このサイトも一応グローバル発送があるので公式サイトから買えるのと、あとは韓国に店舗めっちゃあります。アックジョンにもあるし、ハンナムドンにもあるし、プサンにもあるし、あとカロスキルにもね大きい店舗ができたんですよね。なのでまあグローブのお洋服欲しいっていう方は全然店舗行っても買えるので、今後旅行行くよって方はほんと可愛いのでぜひ見てみてください。ちなみに私は何を買ったかというと、まず一つ目はこちらを買いました。このアイボリーのカラーを買ったんですけど、めっちゃ可愛くないですか。これは本当秋服でこんな感じで中シャツ着てね、パールのネックレスつけて普通にデニムとかでも可愛いと思うし、これもスカートとねブーツとかで合わせても可愛いし、普通にもうまあちょっとゆるっとした感じで下ジャージとかで履いても可愛いなと思ってこれも買いましたね。あとこれもめっちゃ可愛かったんですよ。これ3色カラーがあって、私はこのピンクのカラーを買いました。でちょっと半袖のニット1個持ってたら使えるかなと思って買いました。であとこのストライプのシャツも買いました。ネクタイと合わせて着たくて買いました。てかちょっと待って、可愛すぎません？ほんとこのコーデ秋っぽくてね、もう大好きです。グローブの秋最高って感じで、私はもうねこのブルーストライプ買って一緒に合わせようと思って
このネクタイも買いました。で、私このネクタイは黒私にちょっと似合わないかなと思って、私ブラウン買ったんですよね。このブラウンストライプを買って、この、シャツとそしてネクタイと一緒に合わせようと思って、こちらのスカートも購入しました。で、ネクタイもブラウンにしたので、これも私カラーはベージュのカラーにしました。はい、という感じで、もう動画がやばいですね。多分1時間なってそうなぐらい、だってもう私何時間話してるんだろう、でも余裕で3時間ぐらい話してるんですよね。すごい恐ろしく長い動画になってると思うんですけれども、最近の購入品は以上になります。こんなゆるゆる長い動画を最後まで見てくださって皆さん本当にありがとうございます。次は久しぶりにメイク動画だったり、またメイクサロン動画も出したいなと思ってます。もし何かリクエストありましたら、ぜひ皆さんコメントしていってください。では、すごい長くなってると思うので、今日はここまでにしたいと思います。さっきも言いましたが、皆さん最後まで動画ご視聴いただきありがとうございます。では、また次の動画でお会いしましょう。